怖いけど地獄のこととか考えるとドキドキするの。でもそういう自分は他と違ってダメなんだろうなと思うけど止められないっていう、そういう人たちの表現がアートなんであって、アートはさ、なんかの役に立っちゃダメなんだよ。だいたい役に立たないからいいんだよね。役に立たないけど作りざるを得ない気持ちがある人がアーティスト。私おまけになりたいんですよ。なんでこんな格好してるのかなって言うと、人を驚かせたいからこういう格好を頑張ってやってるんだけども、自分も驚きたい、お化けになってね、人を驚かせたいんですよ。そもそも私たちの体というのは他の生き物たちの命をいただいて私たち生きてます。その大前提に立たない限り人間は全然特別ではない。動物も植物もみんなハッピーなんです。それで初めて人間もハッピーになるので、上下関係の神人間その他もろもろという、あれを潰したいですね。結局誰も死んだ経験をしてないんですよね、生きてる人はね。想像するしかないんですよ。でもその想像するってことがアーティストの役目じゃないかなと。死をイマジネーションする、同時に死んだ人他者の声をイマジネーションする、そういう歴史っていうのがやっぱり神楽であったり死者を呼び出して語ってもらうみたいな役割、芸術にもそういうものがあるんじゃないか。